型式番号 RX178、 モビルスーツガンダムマーク2。ティターンズとの最終決戦で大破した機体は修復されてネオジオン軍との戦いに投入された。アーガマへの再配備後はエルビアンヌ、モンド・アガケラがパイロットとして乗り込んだ。またエルビープルも同期に登場したことがある。メガライダーはモビルスーツを乗せて飛ぶバイクのようなサポートシステムだ。機種には強力なメガ粒子砲を装備。新生ガンダムマーク2はメガライダーにまたがって出撃し、まるで騎兵のような活躍を見せる。ゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、客式とともにガンダムチームを編成。オーソドックスな機能に絞り込んで開発されたガンダムマーク2。メガライダーや他のガンダムとの連携を行い、戦いに欠かせない貴重な存在としてネオジオン軍と最後まで戦い抜いたのであった。